はい、こんにちは、たけチャンネルです。この動画では、直気の3要素っていうお話をしていこうと思います。まあ、直気ってね、雨降れの、まあ、魅力の一つだと思うんですよね。荷物を全部落とし切ったら、まあ、そのままね、ステーションに戻ることなく帰宅してよしと。まあ、直気できないよりも、できた方がいいなって思う人は多いんじゃないかなと思うのでね。まあ、すっきり気分もいいしね、早く帰れるし。ということで、まあ、その辺のお話をしたいと思います。で、僕がね、まあ、直帰できるできないっていうところで、そのね、一番大きいと思ってる要素は、まずこれね、運ですね。だから、どうしても落ちない荷物ってあるし、直帰できるかできないか、ここにね、運っていう要素があるのは、これはね、否定できないと思うんです。でね、この動画でお話しするのは、その運以外の3つの要素、ね、っていうところでいこうと思います。で、まずね、1つ目、交渉力。これはね、大きいんじゃないかなと思います。で、とは言うもののね、僕はね、あんまりお客さんと交渉ってしないんで、ここはね、僕が踏み込んでないところで、あんまりおすすめもしない。なんていうのかな、下手な交渉ってね、トラブルにつながる可能性もあるから、僕はだからね、あんまりそこに自信がないから踏み込まないんだけど、でもね、交渉が上手な人っていうのは、例えばその、置き配不可の荷物でね、ご不在で荷物が落ちないっていう時に家電して、電話が繋がったら、ね、そこで置き配の許可をもらえたり、こういうことってあると思うんですよね。上手い人は。ね。で、下手な人はお客さん怒らせて終わりとかってなっちゃうから、だから僕はね、その恐れが自分にはあるから、そこには踏み込まないんだけど、でもね、その交渉力っていうのは大事だと思いますね。で、まあ、ただね、僕もね、電話はするんですよ。電話して、でね、まあ、電話をするだけで、だから特に僕は交渉はしないんだけど、ね、今、まあ、お荷物を届けに伺ってて、で、まあ、ご不在ですよねって言うと、それだけでね、まあ、先方の方から、置き配頼めるみたいに言ってくれるケースって、実は結構多いんですよね。だから、まあ、電話はするんだけど、僕はね、交渉まではしない。で、それがね、まあ、だから電話するだけでも、落ちなかった荷物が落ちるってあるんだけど、これで、僕が言うね、交渉力っていうのは、まあ、例えばその、まあ、今言った、置き配の許可をね、うまく、得たりするのは交渉力でしょ？あとは、例えばね、僕ね、よく思うのが、宅配ボックス指定で、でもね、箱が大きくて、宅房に入らない。こういうのって結構あると思うんですよ。でね、でもね、案外、箱は随分軽くて、これね、箱をばらせば、中身だけだったら宅房入るぞって、ありますよね。僕ね、結構あって、その度にね、ちょっとね、これ、お客さんが、ね、箱開けて、中身だけ入れといてくれって言ってくれれば、落とせるなって思うことはね、よくあるんですよ。だけど、お客さんからさ、こっちが提案せずに、いや、箱ばらして入れてってくれるって、普通言わないと思うし、今までそういう方はいないんですよね。で、それをね、うまくこっちから提案することができれば、これ落とせるなっていう荷物はね、結構これまであるんです。で、僕はうまく提案できる気がしないから、まあそういう風にしてないんだけどね。だけど、それをね、うまくね、その箱ばらして中身だけだったら、宅配ボックスに入るんだけどっていうのをうまく提案して、そしたらお客さんもね、早く荷物もらえる。こっち側としても荷物落とせる。結構、ウィンウィンな感じに上手にできる人っていうのは強いですよね。で、これはね、おすすめしてないですよ。むしろね、大概の人はやめた方がいいと思って、なんかトラブルになる可能性の方が高い気がするからね。だけど、そういうね、まあ、交渉力に長けた人っていうのは、まあ、直帰できる確率は明らか高まるんだろうなと思っています。まあ、思いつつ僕はやれてないけどね。これが一つ目。で、二つ目です。これね、すごく大事だと思うんだけども、二つ目はね、配達のスピードですね。配達のスピードが速い人の方が明らかにね、直帰の確率は高まりますね。なぜなら、これはね、早ければね、再配達、再々配達に回れるから。ね、遅いと無理でしょ。一回りしてもういっぱいいっぱいってなっちゃうから。で、雨降れの荷物って明らかに落ちないものより落ちる荷物の方が圧倒的に多いんですよね。で、まあ、それは、まあ、置き配っていうね、これも大きいんだけど、例えば、置き配不可でもね、置き配不可に設定してる人って、僕の感覚では、結構ね、在宅確率がね、結構高い人が多いですね。まあ、あとはね、まあ、ダメな配達員によって嫌な思いをした人は、まあ、置き配不可にする人多いし、こういう荷物はまあ、落ちないんだけど、そうじゃなければね、やっぱり、家に誰かいることがほとんどだぞ、みたいな、家だと、置き配不可って多いですね。で、これって、
まあだからといって 100% 必ず誰かいるわけじゃないから、一回行ってね、でも落ちない、不在だった、こういうことってまああるんだけど、でもね、そういう家って再配達再再配達に行ったら大概落ちますね。だからこれはね、ある程度のスピードの、あの、まあ、配達のスピードがあってね、再配達、再再配達に行けるっていうのが、ま、前提になりますよね。だから、それができなければ、落ちなくなっちゃうわけだから。だからね、このスピードっていうのはね、大事だと思います。で、これね、まあ、一番最初に、運は入れずにっていう話をしましたけど、これもね、運もあるんですよ。再配達に行けない人が遅いのかって言ったら、そうとも言い切れないですよね。だって、二両の問題もあるから。で、僕ね、最近行ってるステーションだとね、結構な二両を持たされることが結構あるんですよね。で、6時間で153個とかね、まあ、6時間で150個ってなると、もうちょっとね、再配達確実に回る自信ないじゃないですか。まあ、ないじゃないですかって、僕はちょっとないんですよ。あとは、7時間でね、175個とかね、これ、もはやね、まあ、再配達行ける行けないよりも、回りきれるのかなっていう不安があって。でね、そういう二両だと、実際はね、再配達行く時間はやってみたらあるかもしれないけど、でもね、配り始めの時点で確信持てないから、だから、落ちない荷物があった時に、もうね、一発目から加点しないといけないですよね。じゃないと、もし再配達行けなかった時に、ダッシュボードに問題として計上されてしまうから。だから、そうするともうね、悪循環で、ね、まあ、荷物が多いと。だから、7時間で170個超えてると。で、そうすると、再配達無理かなって思うから、落ちない荷物があった時に、もう最初から加点していかなきゃいけない。そうすると、なおさら時間なくて、で、再配達もう確実にできなくなってしまう。再配達いけないから、もう落ちないわけですよね。ね、そういうことはね、結構ありますよね。だから、まあ、運もある。あとはだって、あとは、エリアの問題もあるからね。まあ、僕の感覚としては、単身者向けのね、オートロック付きの集合住宅が多かったら、まあ直帰は結構難しいなっていうのは思うし。だから、その辺の運はあるんですけどね。まあただ、その運っていう点を除いて考えるとね、まあ配達が早い方が再配達に行けるから、直帰の確率は高まると。ね、まあ、これはね、間違いないと思いますね。まあとにかく、落ちる荷物の方が多いんだから、2回ね、3回目行けば、ね、最初落ちなかったものが落ちるかっていうことは結構あるんですよね。でね、最後3つ目がね、これがまあ、ちょっとした手順とか、ちょっとした小技とか、ちょっとした判断。これっていうのはやっぱりね、配達の経験から身につく。まあ、あとはその他のドライバーさんからいろいろ情報を集めてね、勉強したりとかっていうのもあると思うんだけど、それがね、あると思います。だから、僕がね、この動画で言いたいのは、そのね、配達、いつもね、常にこう考えながら、より良い、ね。どうしたら、まあ、より良い。落とすだけがね、いいわけじゃないから、まあ、あれなんだけど、どうしたらね、より多くの荷物を一発で落とせるかとかね、やっぱり日々考えながらね、配達行くことがね、宅配回ることが大事だと思うんですよ。で、例えばね、さっきね、家電するしないの話をね、しましたけど、例えばこれ、オートロック付きのね、まあ、大規模マンションだと宅配ボックスとかあるから大体落ちるんだけど、要は、単身者向けのね、小さなオートロック付きの集合住宅、これは結構ね、直帰っていう点で行くとね、結構厄介なところだと思うんですよね。で、そうなんだけど、で、例えばね、家電もね、僕の場合だと、例えば、オートロック解除するね、ピンポンが、玄関が、ピンポンの場所がね、大通りに面してると。こういう場合はね、ピンポンして不在で中に入れなかったら、まあ、とりあえず電話しないことが多いですね。まあ、ケースバイケースなんだけど。だけど、そのね、大通りのドアはオートロックじゃなくて、ね、そのドアを入って、一歩入ったところの、エントランススペースにピンポンがあると。こういう場合っていうのは、電話するとね、繋がると、例えばまあ、ピンポンの下あたりとかね、集合ポストの近くに置き配お願いしますとかね、こうなることはね、結構多いんですよね。だから、こういうケースだと、1回目の不在から家電する価値は結構ね、高いのかな、なんて思ったり。そういうのっていうのは、ありますよね。だから、こう、日々考えながら配達しているとね、そういう、ちょっとした手順の違いとか、こういうのがまあ身についてきて、
食器率は高まると、落とせる荷物は多くなると思うんですよね。だから、まあ、食器が全てではないんだけども、でもね、だから、お客さんにご利用ししてね、説得して落とすみたいなのはやっぱりちょっとリスクも高いから、でも、そういうのはね、僕は踏み込まない方がいいと思ってるし、僕自身は踏み込まないところなんだけども、でもね、ちょっとした手順の違いとか、そういうのでね、落ちる荷物が明らかにこれ増えるわけだから、それっていうのはやっぱりね、日々の配達の中で考えながら、やっていくっていうところが大事なんじゃないかなっていうふうに思っています。ね。というね、そんな感じの運を除いた、直帰に関わる3つの要素というお話でした。まあ、特にね、まあ、具体的なその小技をね、あげたら結構キリがないんだけども、まあ、機会があればね、まあそういったまたニーズがあれば、まあそういった動画もと思うんですけどもね。でも、とりあえず、この動画で僕が伝えたいのはそんなところになります。最後までご視聴ありがとうございました。タケチャンネルでした。それでは、ごきげんよう。